こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサです。マリサ、昨日近所の山にハイキングに行ったんだけど、疲れちゃって、頂上まで行かずに帰ってきちゃったわ。それでまたその山に挑戦するのか？もういいわ。もう山は登らないわ。諦めた。情けないな。エベレストに8回挑戦しても登頂できず、最後は遭難して、亡くなってしまった人もいるんだぜ。8回も挑戦したの？粘り強いわね。しかも最後は遭難してしまったの？どんな人か気になるわね。というわけで、世界最高峰エベレスト登頂に8回挑戦しても、8回とも失敗。最後はエベレストで滑落死してしまった、クリキの部下図を紹介するぜ。クリキさんってエベレストに8回も挑戦したんだね。それだけエベレストに魅せられた登山家だったの？彼は登山家である以前に起業家ではないかと思う。登山ではなくビジネスのためにエベレストに挑戦していたんだ。登山が好きだからエベレストに登るのではなく、ビジネスとして登山しているということ？ああ。ただ最後にはビジネスとしての方向性ですら、見失っていたと思わざる得ない。そして簡単なルートでも成功していないのに、最難関の南西壁ルートに挑戦して遭難死してしまうんだ。クリキが亡くなってしまったことは本当に残念だ。ただ方向性を見失った挑戦を繰り返した結果、命を失うことはあってはならない。彼にとってのエベレストとは何だったのか、なぜ最難関ルートに挑戦したのか、振り返って解説したいと思うぜ。クリキは1982年に北海道で生まれる。高校時代は学園祭の時だけ張り切って、クラス対抗演劇の主役を演じていた。クラスに一人くらいはいそうなやつだな。高校卒業後は芸能界入りを目指し、吉本のグループ会社が経営する NSC 東京校に入学する。しかしクリキはすぐに芸能界の道を諦めて北海道に戻り、大学に入学する。そして山岳部に入部し本格的に登山を開始する。登山を始めたきっかけは、その時付き合っていた彼女の影響らしいぜ。そしてクリキは2年後単独で北米最高峰であるマッキンリーに挑戦する。マッキンリーって上村直美が遭難した山だよね。登山歴2年のクリキが登ってしまって大丈夫なの？上村が遭難したのは冬季のマッキンリーで、クリキが挑戦したのは6月だ。冬季に比べるとはるかに登頂は容易。だが標高は6194メートルだ。簡単に登れる山ではないぜ。しかしクリキは周囲の心配をよそにマッキンリー単独登頂に成功する。そして翌年の2005年、クリキは南米最高峰のアコンカグア、ヨーロッパ最高峰のエルブルース、アフリカ最高峰のキリマンジャロの登頂に成功する。さらに2006年オセアニア最高峰のカルステンツピラミッド、2007年には初めてのヒマラヤ登山で恐竜に単独登頂し、南極最高峰のビンソンマシフにも登頂した。これでクリキは7大陸最高峰のうち、6大陸最高峰に登頂。残すはエベレストだけになったんだ。そしてクリキはヒマラヤに向かい、8163メートルのマナスル、8167メートルのダウラギリにも登頂する。ちなみにマナスルは頂上直下で下山してしまったため、正式には登頂認定されていないぜ。これだけ海外の山に登るとなると、お金もかかるはずよね。クリキはどうやって登山に必要な費用を捻出していたの？普通に働くだけでは無理だよね。クリキには類稀な、ビジネスの才能があったんだ。7大陸最高峰無酸素単独登頂に挑戦する若者、そしてその挑戦をインターネットで動画配信する試みにより、スポンサーを募って資金を集めていた。2009年、資金を集めたクリキは、ついに7大陸最高峰単独無酸素登頂の実現のためエベレストに挑戦する。このクリキのエベレストへの初めての挑戦はマスコミから大きく取り上げられた。エベレスト登山の様子は NHK で放映されて、Yahoo でも特設サイトが設置されていたんだぜ。クリキは新千歳空港と成田空港の両方で支援者から盛大に見送られて出発。そして30人以上のスタッフとシェルパを引き連れた大規模な隊を編成し、ベースキャンプに向かうんだ。おそらく1億円以上の費用が必要だったはずだ。エベレスト単独無酸素登頂より、登山費用を集める方が大変かもしれない。やはりクリキにはお金を集めるビジネスの才能があったのだろう。しかしクリキは頂上まで標高差1000メートル以上も残した7750メートルで、エベレスト登頂を諦めて下山することになる。多くのスポンサーを巻き込み、膨大な準備費用を費やし、大規模な隊を率いてきた割には、あまりにあっけない幕切れだったぜ。この後クリキはエベレストに8回挑戦するが、すべて登頂に失敗している。2012年には西陵という難ルートからの登頂を試みた結果、重度の凍傷になり9本の指を切断することになるぜ。
凍傷になった原因は手袋を外してスマホをいじっていたため、という噂もあるが、本当かどうかはわからない。ただ天候がそれほど悪いわけではなく、何日間もビバークしたわけではない。この凍傷の原因は不運ではなく、クリキの過失であることは明らかだ。クリキは指をなくしてしまったんだね。それでもエベレスト登頂を諦めないの？凍傷で指を失ったことで、大きなハンディを背負ってしまったが、クリキのエベレスト登頂に向けた挑戦は継続する。しかし最も容易なノーマルルートからの挑戦ですら4回失敗している。そして2018年、8回目の挑戦でエベレスト最難関ルートである南西壁に挑み、滑落して帰らぬ人となってしまった。亡くなってしまったのは残念だけど、簡単なルートからでも失敗していたのに、どうして凍傷で指を切断した後で最難関ルートに登ることになったのかしら。詳しく解説していくぜ。クリキは7大陸最高峰単独無酸素登頂を目標としていた。7大陸最高峰単独無酸素登頂。なんだかすごいことに挑戦している気がするわ。困難なことに挑戦する若者って感じでかっこいいわね。しかし現代の登山界においては、達成できても記録的な価値は全くないんだぜ。え、そうなの？達成できたら登山の歴史を塗り替えることだと思ったわ。まず7大陸最高峰無酸素登頂について説明するぜ。標高が高くなると空気中の酸素濃度が低くなり、低酸素によって思考や運動に障害が生じる。これが高度障害だ。高度障害は重症化すると死亡することもある。そのため高い山に登る際に、酸素ボンベを使用すれば、高度障害を避けることができて楽に安全に登山できるんだ。しかしクリキはこの酸素ボンベを使用せずに、7大陸最高峰に登頂しようとしていた。これを無酸素登頂と呼ぶんだ。クリキは高度障害になるかもしれないのに、酸素ボンベを使わずに7大陸最高峰に登るの？すごい挑戦じゃない。いや、実はそうではない。まず7大陸最高峰のうち酸素ボンベが必要となる標高が高い山は、世界最高峰のエベレストだけだ。エベレスト以外の大陸最高峰を登る際に酸素ボンベを使用する人はいない。したがって7大陸最高峰無酸素登頂はエベレスト無酸素登頂への挑戦ということになる。7大陸最高峰すべて酸素ボンベを使わないと普通は登れないのだと思ったわ。でもエベレストに単独無酸素登頂するだけでもすごいことだよね。そのエベレスト無酸素単独登頂だが、40年以上も前にラインホルト・メスナーによって成し遂げられているんだ。さらにアリソン・ハーブリーグにより女性初単独無酸素登頂も達成されている。現代のエベレスト登山において酸素ボンベは必須ではない。楽に、安全に、登山するための道具の一つに過ぎないんだ。今更エベレストを無酸素で登ったところで、登山界からは全く注目されないぜ。さらにクリキはシェルパに準備させた酸素を、こっそりと使っていたという話もある。それじゃあクリキの挑戦は成功しても記録的価値はないし、本当に無酸素だったかも怪しいのね。じゃあ単独登頂への挑戦という点での評価はどうなるの？そもそもクリキの登山スタイルは本当に単独と言えるのか疑問だ。どういうこと？どんな登り方をしたら単独として認定されるか、というルールはないの？明確なルールはない。なぜなら登山というものは、本来は自己の楽しみのためにするものであり、他人と点数を競うスポーツではないんだ。だからこそ単独を志す登山者は自分自身にルールを課すことになる。ただし一般的な話で言うと、単独と呼ばれる登山スタイルは、ベースキャンプ以降では他者の力を排除し、自分だけの力で山頂を目指すことになる。他者が固定したロープを使ったり、ルートや天候の情報を受け取ったり、シェルパに荷物を運んでもらうと、普通は単独とは見なされないんだ。女性初エベレスト単独無酸素登頂に成功したアリソン・ハーブリーブスは、他者が設置した固定ロープを使わないことはもちろん、他隊から勧められた紅茶ですら断っている。またエベレストのノーマルルートは、渋滞が発生するほど登山者で溢れかえる。そしてルート上には多くの固定ロープやはしごが設置される。こんなところを登っても、とても単独とは言えない。だから本当の意味での単独登頂に挑戦する登山者は、他に登山者がいない、困難なマイナールートから登ることになる。しかしクリキは8回の挑戦のうち、4回はノーマルルートから登ろうとしていた。さらにクリキはエベレストに挑戦する以前に登頂した6大陸最高峰でも、あらかじめ設置されていた固定ロープを使って登山している。クリキはエベレスト登山において、シェルパが設置したロープやテントを使用し、ベースキャンプのスタッフから、ルートや天気についてアドバイスを受けている。その上シェルパたちがカメラに映り込まないように配慮しながらクリキに同行し、彼の登山をサポートしていたという話もある。
こうして栗木のエベレスト単独無酸素登頂の挑戦は、記録的な価値はなく、一般的な単独という登山スタイルからは、かけ離れたものになってしまったんだ。栗木が誰からも資金援助を受けずに一人で登っているなら、自分の登山スタイルを、どのように標榜してもよかったかもしれない。しかし資金援助を得たことで、日本中から注目されてしまった結果、栗木の無酸素単独という文言に違和感を抱く人は、少しずつ増えていくことになる。最初は栗木の挑戦に共感して応援してくれていたスポンサーも、徐々に援助を打ち切るようになってしまった。またネット上でも、栗木に対する厳しい意見が徐々に増えていくことになる。栗木の公式ブログはアンチコメントで溢れ返っていたようだぜ。栗木の最後について語っていくぜ。栗木は滑落死してしまった最後の挑戦を含めて、計8回エベレストに挑戦し全て失敗している。粘り強いというべきか、諦めの悪いというべきか。そのうち4回は最も容易なネパール側のノーマルルートを選択しているにもかかわらず、エベレストの登頂に失敗している。1回や2回の失敗ならともかく、一番優しいルートで4連敗となると、無酸素疑問でエベレストに登る実力が、完全に不足していると言わざる得ないぜ。そして栗木は最後のエベレスト挑戦となってしまった2018年、最難関ルートであるエベレスト南西壁からの無酸素単独登頂に挑戦する。これはあらかじめ決まっていたことではなく、南西壁に向かう2日前、支援者に向けた動画で発表された。もし成功していたら当然世界初で、エベレスト登山の歴史を大きく塗り替える挑戦だったぜ。ノーマルルートに4連敗している栗木が登れるわけないよね。ああ。エベレスト南西壁を登るためには、基本的な登山技術に加えて、大岩壁をクライミングした経験が必須だ。しかし栗木は指9本を凍傷で切断しており、クライミングの経験はほとんどなかった。これは伸び伸びたが、東大受験するようなものだぜ。ただ東大受験なら失敗しても失うものは受験料だけだが、登山ではそうではなかったんだ。そして急斜面の南西壁はノーマルルートと違って、下山中の滑落リスクも大きいんだ。栗木は7400メートルで体調を崩し、深夜に下山しようとする。その後連絡を断ち、翌朝に遺体となって発見されるんだ。死因は夜間下山中に滑落したことだった。なんとも言えないわね。なぜこんな自殺的な挑戦をしたのかしら。これより先は推測になってしまうが、栗木自身もエベレスト南西壁に登れると思っていなかったと思うぜ。そしてたとえノーマルルートであっても、今の自分では無理だと感じていた。この時栗木は35歳になっていた。加齢による体力の衰えも感じていたはずだ。しかし7大陸単独無酸素登頂に挑む登山家、というイメージを変えることはできなかった。彼にはエベレストに挑戦して断念。を繰り返すことしか道はなかった。ところがノーマルルートからの登頂ですら失敗を繰り返していては、自分の実力のなさが露呈してしまう。登頂に失敗した時の口実として、最難関ルートを選んだのではないだろうか。なぜなら、もし本気でエベレスト南西壁に挑戦するなら、日本でもクライミングの訓練を積み、過去に南西壁を登った人から情報を集めていたはずだ。日本人にもエベレスト南西壁を登った人はいるが、栗木からアドバイスを求めたことはなかった。難しいルートだったら失敗しても言い訳できるからね。ただし挑戦を諦めることは予定通りだったかもしれないが、夜間に一人で下山したのは完全に失敗だった。シェルパが助けに来る朝まで待つべきだったと思うぜ。そして不可解なのは無謀な挑戦を知っていたはずの栗木のスタッフが、誰も止めようとした様子がないことだ。何度もエベレストに挑戦している栗木に関わっているスタッフなら、南西壁の危険性について、多少の知識はあったはずだ。お金を払って雇っているスタッフとはいえ、同じ目的を共有できている仲間だったら、栗木のことを本当に心配して南西壁への挑戦を止めようとしただろう。こんな無謀な登山に栗木を送り出すということは、何度もエベレストに挑戦しておきながら、スタッフとの信頼関係ができておらず、単なるビジネスのつながりになってしまっていたと言わざる得ないぜ。さらに栗木はエベレスト登山についても、単独での挑戦を繰り返していたため、経験者から学ぶ機会がなかった。そのため栗木の登山日程、トレーニング方法、装備についても、高所登山の経験者からは疑問の声が上がっている。栗木の本当の失敗は、登山では眉唾の単独に挑戦しておきながら、ビジネス、そして人生においては、本当の意味での単独になってしまい、他人から助言を求めることが、できなくなってしまったことではないかと思うぜ。最後に栗木の残した功績についても語りたい。これまでどんな困難な登山に成功した優秀な登山者であっても、世間からの関心は低く、注目を集めることは少なかった。
登山者が世間から注目されるのは、遭難事故が発生した時だけで、遭難した登山者の無謀な計画が批判されることしかなかった。しかし栗木はインターネットで自身の挑戦の様子を積極的に発信し、困難な登山に挑戦する人に対する、世間からの関心を高めてくれた。残念なのは、彼の登山スタイルが無酸素単独とは言えないもので、実力以上の挑戦を繰り返してしまったことだね。ああ。それにより世間からの関心は栗木への批判に変わり、彼をエベレスト南西壁に追い込む、一員となってしまったのだと思うぜ。栗木がもう少し地に足をつけた登山ができていれば、ヒマラヤをはじめ困難な登山に挑戦する人たちへの関心も高まり、第2第3の栗木も現れたかもしれない。最後になりましたが、この動画作成にあたり河野聡さん執筆のデスゾーン。栗木の部数のエベレスト劇場を参考にさせていただきました。この場にて御礼申し上げます。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。